チーム自体明るい、雰囲気明るいんで、まあ、試そうなチームだなと思いました。ですねとても日本人に優しくしていただいて、とても英語の勉強になりました本当かよ微妙、本当になんか 6-4 ぐらいでなかったですかね。こう大事になんで、圧倒的かって言われるとそうでもないけど、まあ、1対1であんまりこうスカッと抜かれるシーンはあんまなかったんで、それなりにアピールはできたんじゃないかなとは思うんですけど、バイト先のまかないです。カツ丼ねえチかよ、アキくんが作ったんだって言わなかったけど、まかないだから欲しい。まかない、まかないです。。唐揚げはおかずあります。唐揚げ1個もくれません